もっとこう日本の魅力みたいなものを自分の体験にしてもらえるようなことになったらいいなというふうに思います。自分の好きな土地に関係を持って宿を運営しながら生計を立てていくみたいなことがちょっと生き方としてすごく魅力的だし、なんか一つのスタイルになるんじゃないかなと、そういう意味での。いよいよ新講義の小さな宿を開くが開講します。今回は教授の伊藤理恵さんとキュレーターの川口英子さんをお迎えして、果たしてこの小さな宿を開くこの講義がどんな講義なのかお聞きしていきたいと思います。伊藤さんは自身でも小さな宿を経営しながら全国各地で宿開発のコンサルティングをされていて、手掛けた物件はなんと4000件を超えると、4000室を超えるということをされていて、多くの知見をお持ちです。川口さんは今回キュレーターと講義の企画から、現場のファシリテーターまで全てを担当されていただいてますけども、普段は文化事業の企画制作などをされております。まず、この小さな宿を開くなんですけど、中大学の大きな問題意識として、この人生100年時代、もうどんどんみんな人生が長くなっているという時代で、これからもう誰にでもライフシフトが何度も何度も訪れるだろうと。でその時に、いろんな働き方を皆さんやっていくとは思うんですけども、その選択肢の中に一つですね、小さな宿を自分でやってみるのはどうだろうと、そういう提案を今回、していきたいなと思っております。でまずですね、簡単にズバリ一言で言うと、この講義ってどんな講義なんでしょうと。小さい宿、いろんな宿の種類があると思うんですが、宿を作るといっても、どういうふうに作ったらいいんだろう、例えばお金のこと、プランのこと、場所はどうする、いろんなことがあると思うので、もちろんあとは運営をどうしていくのか、その辺をこう多岐にわたって広く学んでいければなというような講義にしたいと思ってます。小さな宿って今回こうまとめましたけども、宿の形式にもいろんなものがあると思うんですけど、民宿って呼ばれるものだったり、ペンションって呼ばれるものだったりとか、ゲストハウス、なんかバンクベッドがあってとかっていうような形式があったりとか、いろんなものがあると思うんですけど、どういう小さな宿って言ったら どこを想定されてるのかっていう。どれも想定できるかと思っていて、自分がどんな形で宿を開きたいかによって、それはもう地域によったり自分の開きたいコンセプトに合わせて作ることができると思うので、特にそこの辺の制限っていうのはないかと思うんです。ただ宿を開くのにあたって、法律的な問題とか、あとじゃあどうやってお客さんを迎えするのみたいなことをいろいろ学べればいいのかなというふうに思ってます。はい、なるほど。じゃあ今回は小さいっていうことで、逆に言うともう大きなもうホテルのようなものではなく、はい、客室が、もう何十何百あってみたいな規模感ではなく、はい、もう本当に一棟貸しとか、あとはもうゲストハウスとか数室みたいな規模からまず始めていくといいんじゃないかと。そうですね、でも小さい宿の事業を学んでいただければ、多分大きいホテルも作れるというふうに思います。その小さい宿の延長にそういう大きいものがあるから、そうですね、っていうところですね。はい、ちょっと今のお話に関連して、なぜねこの講座を始めようとしたかっていうことをちょっとお話しさせていただこうかなと思うんですけれども、もしかするとこう宿を作るってちょっと唐突だし、それってこう万人のテーマになるのかなというふうに疑問をお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。で、確かに万人のものではないかもしれないんですけれども、宿を作るっていうことが一つのこう何でしょう、自己実現の方法として、これから結構こうある形というかムーブメントが起こっていくんじゃないかなっていうのを考えています。2000年代とかにカフェブームっていうのがあって、で昔はチェーン店とかいわゆる昔ながらの喫茶店しかなかったところが、好きなことをしながら自分の好きな世界観を作って、で他の人にこう喜んでいただいて、でそれをこう生計にしていくみたいな、なんかそういう生き方がカフェブームと一緒に起こったっていうのがあったと思うんですよね。でそれとなんか同じような意味で、自分の好きな土地に関係を持って宿を運営しながら、それだけじゃなくてもいいんですけれども、生計を立てていくみたいなことがちょっと生き方としてすごく魅力的だし、なんか一つのスタイルになるんじゃないかなと、そういう意味での今回の
あの宿を開くという講座になっています。今の話の流れで、あの宿経営の魅力、宿をやる人たちたくさんいるかと思うんですけど、そのどういうモチベーションの方が多いのか、そしてあの伊藤さん自身はどういうモチベーションで宿経営に興味を持って始めたのかみたいな話をお聞きしたいんですけど、はい、まずやっぱりこう宿を開くことの魅力っていうのは、地域をよく知ることができるっていうのが、あの最大の魅力かなというふうに思います。普段自分が生活をしている拠点と違う分で、あのそこの土地のまあ景色だったり食べ物だったり、それこそ人だったり、いろんな方と観光ではなくて深く知り合えるっていうのが、まあ最大の魅力かなというふうに思います。自身がやってる宿もそういう意味で開いてます。今はあれですもんね、飛騨高山で。そうですね、はい。飛騨高山にはそれまで何かご縁があったんですか？はい、仕事で何度か訪れる機会があって、でその仕事の中でも割と地元の方と仲良くなる機会が多かったので、それでこう私もここでやってみたいわなんていう話をしたらば、それから2年ぐらい経っていい物件があるからどうって言われて、それでこう調子に乗って宿をやってしまったというような、そんな感じです。そっか、もともとそのなんでしょう、小さい頃からそういう小さい頃から宿に憧れる人もでもいるかもしれないですよね。子供でもそういうことだったんですか？小さい頃全く憧れてなかったんですが、ただ不思議だなと思うのは、うちの祖母があのそれこそ戦前にあの宿をやってました。はい、あの北千住の方でっていうのがあるので、なんとなく血はちゃんとつながってるのかなというふうには思いました。はい、宿のお仕事を始める前はずっとあの建築系のバックグラウンドで。そうですね、はい、うん、あの住宅の設計だったりリフォームをやったり、うん、それこそ川淵さんと知り合った前のイデーという会社で、あのそのインテリアの仕事をやっていたのがメインです。うん、はい、その建築系とかインテリアのお仕事をやってる時っていうのは、将来的にこう宿をやってみようっていう頭っていうのはありました？全くなかったです。はい、それがじゃあもう宿面白いっていうふうになったのはどういうきっかけがあったんですか？その後転職した会社がホテルの開発をやっている、まあ運営もやっている会社だったので、そこで開発をやるあの担当になったので、それでこう大きいホテルをいくつか改装したり新築したりっていう仕事をしたことによって、そうするとこう何度も何度もその場所に通うことになると、そこの地元の方と仲良くなると、今までこうちょっと旅行に行ってたのとはだいぶ違う感覚でいろんな地域を知ることができたので、それがすごく魅力だったなというふうに思います。はい、そうか、やっぱ地域を知って、じゃあここであの自分が泊まれるようなものを作ってみたくなる。そうですね、ということなんですね。そうですね、伊藤さんの場合はそういうモチベーションだったわけですけど、あの周りの方とかとも知り合うじゃないですか、はい、ゲストハウスやってる方、店長の方っていうと思うんですけど、はい、どういうモチベーションの方が多いですか？小さな宿であってるオーナーの方っていうのは。でも多いのはやっぱりそこの地元というかその宿を開く場所のが好きな方が多いですよね。でもっと知ってもらいたい、ここってもっと面白いことあるんだよっていう、いわゆるこう観光の雑誌に載ってることじゃなくて、もっと楽しいことがあるよ、あとは楽しい人がいるよっていうのを、まあ、知ってもらいたいっていう人が多いと思うんですよね。でそのやり方が皆さんコンセプトによって違ったりとかしてるんだと思います。そういう宿をやられてるオーナーの方って、まあ、最初みんな分かんない中で始まると思うんですけど、はい、どういうふうにその学んでるんですか？そういう宿スクールみたいなのがなんか一般的にそんなにないですよ。そんなにないです。どうやって学んでるのか。みんなあの結構ぶつかりながら当たって砕けながらやってる感じは結構あるみたいですね。はい、なんとなくこう始めてみて、あこうじゃないとトライアンドエラーの中でそれぞれがやってる感じはありますね。あとはなんか個人的にそのあのすでに経営してる先輩に聞きに行ってどうやってやってるのかとか、はい、
結構みんなぶつかりながらいろいろやってる方多いですね。伊藤さんの場合はまあその前職でそのホテル の、はい、あの会社にもいたこともあり、なんとなくそこで一連の流れみたいなものはなんか学べたっていうのは大きかったんですか？大きいですね。やっぱり建築 の、 そのいわゆる法規的な問題と、あと旅館業に関する問題っていうのが、そこが皆さん大体一番初めにこう、それが分からないっていう方多いと思うので、そこの部分が分かってたのはやっぱりスピードは速いと思いますね。なるほど、はい、そうですか。でそこで学んだ上で、じゃあ実際自分で、あの小さい宿やってみようっていうふうに始めたわけですけど、はい、あの スムーズにいきました。最初の1軒目、1軒目立ち上げは割とそんなに不自由がなくっていう感じだと思います。ただやっぱりこう、あの分かっていたつもりでも、あのこういうお客様にはこういうおもてなしが必要なんだとか、あと料金体系の変更とか、まあ、やっぱりその地域だったりその季節だったり、まあ、いろんなことで対応しなきゃいけないなっていう運営の部分での初めてのこう、なんていうんですか、問題点っていうのは今もぶち当たってます。まあそれもちょっと楽しいんですけどね。はい、もともと前職で一緒に同僚だったという関係性なんですかね。はい、そうですね。まあ自由大学 の、 創設者でもある黒崎さんが、まあ、立ち上げたイデーで、はい、一緒に働いてました。でも実はその時にはそんなにこう一緒に仕事をしていたわけではなくて、実はちょっと宿の話につながるんですけれども、私が3年ほど前にまあ、すごく小さなっていうわけじゃないんですけれども、まあ小規模なホテルのこう開発の仕事に携わることがあって、その時に伊藤さんにいろいろこうお知恵を拝借するっていうことがあったんですね。でその時にまあ伊藤さんの知見たるや鮮やかっていう感じで、まあ、建築が専門なんですけれども、やっぱりこう最終的にこうゲストの方にどういう体験をしてもらうかとか、でも一方でやっぱりこう収支とかオペレーションとか泥臭い部分とか、かなり現実的なところもあるんですよね。でその辺のこう全体的な視点を持ってこう解説をしてくれる人っていうのが、ちょっと私がその仕事をしている時には伊藤さんしかいなかったので、もともとちょっとこの知見を何らかのこう講座にしたいなっていうことは考えていたんですね。でただまあホテルを、ね、やるって結構こうプロフェッショナルの世界だし、まあ、あんまりニーズもどこまであるかなっていうところだったんですけど、まあ、そうこうしているうちに、まあ、伊藤さんが個人でその飛騨高山で浅木屋っていうすごく素敵な宿ですけれどもオープンして、まあ、そのこう個人としてそういう宿を運営するみたいなことで、伊藤さんがこう飛騨高山に通って地元のおばちゃんたちとこう道一緒にこう伊藤さんと歩いてると、いろいろおばちゃんたちに声かけられたりとか、なんかあれ伊藤さん馴染んでるみたいな、でそういうことを見てるうちに、なんかちょっとこれ個人の生き方としての宿を作るっていうのも、なんかその切り口だったらすごく今みんな知りたいって思ってることかもしれないなっていう、そういうとこからこの講座がスタートしてます、うんうん、そうですね。自由大学の卒業生でも本当になんか30代の夫婦とかが、うん、まあ、長野の方でそういう一棟貸しの宿を始めたりだとか、まあ、そういう例が結構出てきてるんですよね。だからもう宿じゃなくてもなんかキャンプ場系始めたりとか、なのでなんか自由大学としてもなんかこれはなんか新しい生き方として面白いんじゃないかと思ったんで、なんかもう今回の講義はどんな人が来るのかすごくワクワクしてますけど、やっぱり一つなんでしょう、やっぱりこうコロナが起こって、まあ、いろいろ大変な時期を経てですけれども、やっぱり場所の自由っていうのが自分たちの人生に加わったっていうのは非常にこう 前向きな要素としてはあったと思うんですね。でリモートワークがまあこれだけ進んだっていうこともあって、まあ、以前からまあ脱サラして例えばこうペンションやるとかっていう人生はあったけれども、かなりちょっとこう限られた話でいろんなものを捨て去らないとできなかったことが、今はこう都心じゃなくてもなんかこう自分の本当にこう惹かれる自然豊かなエリアとか文化が惹かれるとか、何か好きな人がいるとか、そういう土地と何かこう新しい関係性を作りながら生きていくみたいなことがなんか選択肢として可能になりつつ
あるんですよね。でただ実際やろうとするとやっぱり何からやっていいかわからないっていう、こう妄想レベル構想レベルではあってもちょっと一歩を踏み出すにはそれなりにハードルが高いっていうところの、なんか最初の一歩を踏み出してもらうためのなんかいい知見みたいなのがこの講座で掴んでいただけるんじゃないかなっていうふうに思っています。その働き方とか生き方っていう話の中でいくと、あの実際朝霧は私はいない不在の宿で、普段は東京で仕事をしていて、あのホテルの設計をやったりあとはコンサルティングをやったりしている中で、飛騨高山はまあ基本無人でやってると。でもたまに行って地元の方とワイワイガヤガヤやるっていう形でやってるっていう宿だっていうことがまず一つで、それをやるのにあたって今のお話の中でいくと、やっぱりこう初めから最後までというとあれですけど、いろんなところでいろんな局面にぶち当たっていく中で、やっぱりもうちょっとスムーズにやらないと、まあ、楽しくないしハードルが高そうだって思われていることはちょっともったいないなと思ってるっていうのが大きいかなと思ってますし、あの宿といってなんかすごい経営者になるっていうよりは、どちらかというと自分の生活の中にまあちょっとあの宿をやりながら空いてる時はまあ人に泊まってもらうとか、あと人を招いて楽しんでもらう、でも他の仕事も手放さないとか、いろんな生き方の選択と一つとしてあったらいいなと思ったので、その時にあまりにもいろんなことを考えなきゃいけないってなるにはちょっともったいないので、せっかくならこの講座で薄く広く学んでもらえれば、あのみんながどんどん働き方を変えていく、まあ、つまり生き方を変えていくことができるのかなというふうに思ったっていう、そんな感じです。なるほど。もうがっつりもう専業っていうふうに、もうなんか人生をかけた専業みたいな感じでもなくそうです、そうです。例えば会社員をやられてる方だったとしても、はい、会社員を続けながら、はい、あのやると。そうです、そうです。伊藤さん自身も現地には住んでないので、はい、遠隔で、はい、あのいろいろできる、はい、で現地の人にこうあのやってもらってる現地のスタッフの方にちょっとお願いをして、はい、なんかそういう布団のこととか、はい、そういうのやってもらったりそうですとこと、そういう仕組みを作れば、そうです、あの体が占有されなくてもできるっていう形です、うん。でも自分がたまに行ってあの自由にそこで過ごせたりっていうのもいいですし、やっぱりその地元の方とそうやって関わってくると、こうなんていうんですかね、新しいこうなんかネットワークというかができてくるっていうのも、自分のこう人生がちょっと豊かになるなっていうふうには今回すごく思いました。はい、今ね空き家問題もすごく、ね、うん、ですね、ますます増えてくるじゃないですか、はい、なのでそういう意味でもそういう空き家がどんどんこう、ね、宿とかいろんなものにか、ね、再生されていけば、うん、社会のためにもなるんですかね。そうですね、うん、やっぱりあの木造なんか特に風を通さないとどんどん傷んでくるので、うん、そういう意味ではあの人が住んでもらったり掃除に入ってもらうだけですごくいいですし、変な話紙と木でできている建築の文化ってなかなか世界にはないですから、うん、それをまあ海外の人にも体験してもらうっていうのもいいかなと思ったりはしています。高齢みたいなのも。そうですね、あの私ではなくて、うん、あの飛騨高山 の、 あの別の方は、たまたまあの会社の赴任先が飛騨高山 で、うん、ですごく高山を気に入られて、であの、まあ、東京に戻りましたと。で戻る時に、まあ、60過ぎて定年したらここに1個家を建てたいなとか、古民家を改装して住みたいなと思ってらっしゃる方がいたので、その方はまあ50手前ぐらいで、あの不動産屋さんにお願い、何か物件あったらねって言ってたら、本当に街中にいい古民家ができありますよと言われて、でじゃあ買うって話になって買ったものの、そしたら地元の方にだったらせっかくなら貸した方がいいよっていう形になって、買った後からあの改装しだしてからやっぱり一棟貸しの宿にしようってなってやってらっしゃる方もいらっしゃいます。そうするとその方なんかまだ定年まで先があるんですけど、宿経営をしながらその古民家を買った金額はもう収支としてはもう生産できているという形を取っている方もいらっしゃいますね、はい。じゃあ将来そこにもしかしたら自分も住む可能性もある。そうですね、うん、でも多分こう宿をやりだしたので、うん、住まなくっても例えば暖かいいい時期だけそこに住んで、あの東京に寒い時は東京にいようとか、まあ、多分選択が広がるでしょうね、はい、
それも面白い、いいですね、うん、いい例だと思います、うん、地元の人と仲良くなってたからこそ皆さんからアドバイスをもらって、その方は早めに土地をこう土地と建物を購入して、宿の経営もなんかまあうっかり始めてしまったっていう形になってらっしゃると、はい、そういうなんか方でもこうちゃんとこう予約って入るもんなんですか。一番その企業とかこうビジネスで一番つまずくところってその集客問題があるかと思うんですけど、はいはい、大丈夫なんですかね。あ、その方はその周りの飛騨高山 の、 あのわちゃわちゃ騒いでくれた人たちがこうやった方がいい、やった方がいいって教えてくれて、それでやってます。なのであのその方の場合は自分でも予約は受け付けるけど、あの地元の人も管理も地元の人がやってくれるっていうシステムを構築しています。なのでやり方はいろいろですよね、はい、じゃあそういったなんか人の協力を得ながら回していくっていうやり方とかも講義の中でいろいろ学ぶこともできるんじゃないかっていう、はい、そうですね、うん、はい、実際にあの現地にねフィールドワークに行ったりする会もあるので、はいはい、そういうところで、ね、現場を見れたりとか、うん、どういう雰囲気なのかね、うん、そうですね。つまずくポイント、多くの人がだいたい宿を始めるとこの辺がやっぱ難しいとか、ここがつまずくケースが多いんだよねって、うん、ありますか。うん、まあ、伊藤さんのケースはなんか割とスムーズにみたいな話ではあったんですけど、やっぱりつまずくのはでも、まあ、どれぐらい費用をかけてその収支をどういうふうにするかっていうのに多分一番つまずくというか気持ちがつまずくっていう感じだと思うんですよね。であと本当にできるのかみたいなところがやっぱり大きいかなと思うんですよね。なるほど。それは費用どこにどれだけかけるかっていうのが、うん、なんか相場感がないから分かんないみたいな。そうですそうです。なんか無駄にかけすぎちゃったりとか、はい、逆に全然足りなかったりとか、はい、ってことが起きるっていうことですか。そうですね。やっぱりこうその宿泊の金額をいくらぐらいに設定するのか、それが何日ぐらい入るのか、まあ、それによってはいくらぐらいまでかけたらいいのか、うん、何年間で回収するのかっていうのが結局全部連動しているので、うん、そういうところがこうやっぱりあの気合ばっかり入ってお金をかけたもののでもみんなに来てもらいたいから安く3,000円で泊まりますってやってると結構厳しいことになることもありますよね。だから何人泊めるのかとか何組泊めるのかとかでやっぱり収支の計算は結構大変かもしれない。でもそこがつまずく。かなり現実的な話。生々しくなっちゃいました今。ちょっと生々しくなっちゃって。うん、まあ、あの今回 の、 その授業の中でもね大事なポイントで、まあ、収支も大事なんですけど、うん、なんかそういう意味でもやっぱりこうコンセプト、うん、なぜやるか、どういう体験を提供するかっていう、うん、まあ、こう全部やろうとするともうお金がいくらあっても足りないの で、 で、ね、やっぱりこう自分の価値観っていうのを、うん、あのしっかり見つめて整理するっていうのが、うん、あのすごくこう具体的なノウハウともう一つの柱として非常に大事だと思っていて、うん、ちょっとその辺をこう一緒に考えていける場にもなればいいなというふうに今思ってます。うん、そうですね、うん、お金も無限ではないので、うん、あの何にかけるかっていう、うん、例えば、ね、その自然を満喫するっつっても、うん、何もないのがいいっていうこともあるのに、うん、なんかごちゃごちゃいろいろ作っちゃうっていうケースもなんか施設産業ってあるじゃないですか、うんうん、何もないからいいのにって言ったら余計なことしなきゃいいのにと思うんだけど、そこやっぱり施設だからちゃんとしなきゃみたいな感じでこうハードにお金をかけすぎるっていうケースもあったりするので、コンセプトを最初にはっきりすると、うん、何にかけて何にかけなくていいかはっきりするので、そこが重要ですね。そうですね、うん、やっぱりあのよくあるのは、うん、まあ、大きいホテルさんもそうですけど、うん、やっぱりこうお金の話と何を売るのかっていうことをすごく重要視してしまいますけど、うん、本当は何を提供したいのか、うん、ここの土地で何を楽しんでもらいたいのかっていうのが最大のキーポイントになり、それが収支に反映されないと意味がないと思うんですね、うん、だからどんな宿を作りたいのか、どんな風にここで暮らしてもらいたいのか、自分もこことどうやって関わっていきたいのか、そこが多分一番大きいんだなというふうには思います。伊藤さんのケースだといかがですか。その飛騨高山の朝日屋とか、うん、新しくこの御嶽にもまた行ってらっしゃいますけど、はい、あのコンセプトとしては最初にどういうこうコンセプトを描いたんでしょうか。まあ、あの高山の場合は、まあ、皆さんイメージで考えているとどうしても観光地っていう感じ の、 あのイメージがあると思うんですけど、どちらかというとこうふらふら散歩をして
こう街並みを歩いたり、あの地元の美味しい野菜を食べたりとか、そういうこうなんかのんびりした感じの空気の感じみたいなものを楽しんでもらいたいなというのが大きいコンセプトであったので、あまりこうなんていうんですか、あの外国人を意識したとか、あの観光地ならではっていうよりは、まあとにかくのんびりしてってね、みたいな感じのものにしてるので、まあ、できるだけシンプルにっていうことと、あとはやっぱりくつろいでもらいたいっていうのがあったので、布団だけはちょっといいのにしようとか、なんかそういう風にしてますね。はい、のんびりしてほしいから、やっぱり布団はこだわった。こだわった。あと削れるところは削って削ってっていう感じですね。はい、なんか今その話で思い出したんですけど、あのそこ浅木屋さん泊まると高山のマップがあるんですね。でそれであの伊藤さん特製マップで、であの飛騨高山なのに高山ラーメンも飛騨牛ものお店も一軒も載ってないっていうマップなんです。でただこう伊藤さんがまあ一人称ですごくいいと思ったお店がこう鶴さんに拾われてるっていうもので、で、まあ、でも今こう求められるのってそういうもので、誰かこうパーソナル なんか誰かがこういいと思ってること、そのものをこう体験したいみたいなところで、なんとなくこう最大公約数的にみんながこれがいいだろうみたいなものって、ちょっとこうみんなもう面白さを感じない時代になってきてると思うんですよね。だからなんかそういう意味でも、まあ、こう小さな宿っていうのはこう作る側からも可能性があるし、旅をする側からしてもすごく何でしょう、今魅力を感じるものだと思うんですよね。でそのためにも何でしょう、こう中途半端に大手がこういうサービスをやってるからこれを準備しなきゃいけないっていうよりは、あの私が提供するのはこういう価値観、こういう体験ですっていうことを、まあ、明確にしていくみたいなことが、まあ、ますます大事になってくるかなと思います。小さな宿だと特に今大手と違って、その宿主のオーナーのこのパーソナルな思いみたいなものが、そうですね、かなり前面に出る前面に、はい、あとはその地域とのつながりを大切にして、うん、はい、で伊藤さん自身がキュレーションしたおすすめポイントスポットみたいなものをこうまとめているから、はい、そうですね、それで宿に来た人たちがこう周りに、ね、足を運んでもらったら地域も盛り上がるし、うん、そうですね、うん、はい、自分が通って美味しかった居酒屋さんとかしか載せてないっていう感じ、うん、そうですね、もう完全に個人のあのキュレーションでやっていくっていう、やっぱり個人のそういう偏愛みたいなものが見えるっていうのが一番なんか今、うん、なんか信頼できるなっていう、そうですね、感じしますね、はい、そういうことがその経済も回していくし、うん、その地域も豊かになるし、うん、その宿のオーナーもまあこうビジネスになるし、まあ、訪れた人も楽しめるみたいなところで、うん、まあ本当三方よしみたいなところが、ね、まあうまくやれば広がっていくっていうところですね、なんとなくこう通訳みたいな感じですかね、うん、地元の良さのものを、うん、あの住んでない人たちとの間に立って、これが本当は美味しいんだよ、これが本当は携わってほしいんだよっていうのが、多分宿っていうのはそのどっちかと通訳というか、まあ駅のようなそういう感じなのかなと思うんですよね。そっか、地元にどっぷり使ってる人だと自分の良さってなかなか分かんなかったりするから、そこをちょっとこう外側の人の視点でこれがいいんですよっていうのを見せてあげる、はい、そうですね、だからあの行ったことないお店とかにたまに行くと、あの高山で行くと、伊藤さんそれ知らなかったっけとか、いや知らないですよみたいなことを地元の人と会話したりとか、やっぱりこう本当にいいものっていうのに気づいていなくて、当たり前のように生活にあるものっていうのが、あの旅人から撮ってみるととっても魅力だったりすることってあるじゃないですか、そういうものを知ってもらえる機会になるのかなっていうのが、まあ、小さい宿の魅力かなと思います。あのどんな人に受講してもらいたいのかと、どういう人が対象になってくるのかなっていう迷う方はいるかなとは思うんですね。 あとは例えばそれ自分ですよね、建築系の知識も全くないから、DIY で自分で何かやると思ってもなかなかちょっとそれも難しいかもしれない、これから覚えていこうっていう人だとかってことの中で、そのレベル感みたいなところ、だから基本的には、まあ、初心者でこれから1軒目をやりましょうっていう人たちが対象なんですけど、そのベースの部分として全くの、まあ、例えば多少やっぱお金は必要になってくる、その物件を、うん、あの買うぐらい、買うのか借りるのか、借りるのか、はい、で今空き家もありますからね、どんどん安く、ね、はい、あの探せばあるっていうところもあるので、はい、
まあ、どんな感触を持ってますか。どういう説明するとしたら。でもまあ初めてやる人で、まあ旅が好きで、なんかやっぱり自分のこう生活をこう新しいステップに行きたいなと思ってる人であれば誰でもいいのかなとすごく思います。で、あのさっき言ったように、あの地元の人がわちゃわちゃいろいろ紹介してくれたりとかいろいろできるので、わからないところは何とでもなりますし、そのこういうことがあるんだよっていうことを今回の講座では学べるので、その部分を把握しながら、まあ、用意を探していけばいいんじゃないかなというふうに思います。はい、今すぐ現実的に目の前に物件がある人はもちろん、はい、あの来てほしいけど、うん、そうじゃない、これからあの、はい、見つけていくし、例えば漠然と3年後ぐらいに始めたいなみたいな人でも、もう今からもう学び始めて準備し始めるっていうのはいいと思いますよね。はい、はい、ね、さっきね伊藤さんもねお話してましたけれども、なんか、まあ、宿って明確に思ってなくても、うん、何かこうどこか好きな場所があって、はいはい、まあ、東京とか都心以外の場所と関係を持ちながら、うん、何かこう新しい人生をなんか過ごしていきたいなみたいなことを漠然と考えている人っていう方にもあのヒントがあるかなと思います。で、あともう一つ、ちょっとこれはあのかなりこうビジネスっぽい話になるんですけれども、うん、あとはまあ私自身がまあそういう体験をしたんですけれども、例えばその不動産だったりとか建築ですとか、あるこうポイントでこう宿に関するお仕事をしている方っていうのも結構こう断片しか知らなかったりとかするんですね。で、それをまあ多分今回の講座でこう全体像が分かるっていうことがまあ体験していただけるかなと思うので、まあ、そういうお仕事をしている方がもっとこう深めて、あの自分の今のスキルだったりとか、なんか視野を深めたいなっていう方にもあの役に立つ講座になるんじゃないかなと思ってます。うん、あとあれですね、あの実家をどうする問題っていうのも結構、うん、はい、我々ぐらいの年になってくると聞くじゃないですか。はい、そういうお仕事も結構相談されることが多いです。はい、そういう方々もね、うん、実家を、まあ、ちょっと誰も住まなくなっちゃったんだけどどうしようかという時に、うん、じゃあそれを宿にしてみようかとか、はい、っていう選択肢がまた出てくるんじゃないかなと。そうですね、はい、いろんな生活のスタイルがある中で、まあ、今回こうコロナでいろんなことがあってなんとなくこう制限されている中で、でもやっぱり日本にもすごくいっぱいいろんな土地の魅力があるんだなっていうことが、まあ、ちょっと知る機会にもなったと思うんですね。そういう意味では、まあ、自分の例えばふるさとでもなくてもちょっと行ってみたい、あそこってどんな街なんだろうみたいなこととかに、まあ、多少興味がある方がこういう講座を受講していただくことによって、もっとこう日本の魅力みたいなものを自分の体験にしてもらえるようなことになったらいいなというふうに思います。川口さん、はい、そうですね、まあ、なんとなくこう考えている方向感が、うん、重なる人っていうのが今回まあ集まるかなと思っているので、うん、まあ、なんかそういうことをこう一緒にこう考えていける、まあ、仲間ができるみたいなところも、うん、まあ、自由大学ならではだと思うんですけれども、うん、なんかそれがまあ大きな財産になるんじゃないかなと、ちょっと始める前なんですけれども、うん、そういうふうにできたらいいなというふうに思ってます。絶対ね、仲間がいると心強いですよね。うんうん、そうですね、これでいいのかなと思ってやってる、はい、いろんな事例も集まるし確かにお互いね泊まり合って、自分で作ったところって自分だと自分はいいと思って作ってるけど、うん、客観的に見れなくなってくるじゃないですか。はい、なのでお互いなんか泊まり合ったりとかしてフィードバックし合ったりして、うん、なんかみんなでこう発展していくような、そうですね、そういう、ね、仲間ができていくと面白いんじゃないかな。うん、そうですね、今回受講生がみんな仲間になる、ね、っていうことになりますね。で全国に全国に受講者の宿があってそこだけをこう、ね、回るツアーとかできたら、ね、いいですね、楽しみですね。ちょっとそれ妄想ですけど目標ができましたね。ね、本当ですね。いやいやいや、ありがとうございます。もういよいよもう募集を開始しますので、ご興味ある方は公式ページをいただければと思います。それでは、お二人どうもありがとうございました。ありがとうございました。